エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は、2020年5月、16日から22日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは。大畑晴美です。お元気でしょうか？今日はちょっと遅くなっちゃいましたね。もう、アメリカでも16日の夜なので、日本の皆さんも17日になってると思うんですけれども、ちょっと私今週末はたくさんの授業が重なってて、昨日は夕方の4時から明け方の5時までぶっ続けで3つの講座を取ってたので、まあ、日本の講座が2つあったので、本当ちょっと疲れ果てて、でまた、ちょっと寝て1時から1時ごろ起き出して、また4時から3時間授業があったんですね。で今実はね、オラクルカードリーディングを昨日オラクルカード引いて、で今ちょうど動画撮り終わってパッと見たらですね、なんか途中で押しちゃったみたいで、動画が20分ぐらいで切れちゃってたんですね。だから、っていう感じで今もう一回撮り直してるんですけど、まあね、しょうがない、頑張ってもう一回撮り直しましょう。なんか意味があっていることだと思います。さあ皆さんね、この間の、さそり座の満月などね、ついこの間、お双子座の新月のエネルギーナビをミラクル会員の皆さんにはフルバージョンで、そして、YouTube の皆さんにはダイジェストバージョンでお届けしてます。ミラクル会員の皆さんにはノード軸のお話を詳しく解説してますけど、ノード軸が5月の5日に双子座伊手座に移りましたね。で、今度の新月は本当に双子座に太陽が移ってすぐに起こるんですけど、本当に双子座がとても強調されてます。で、その前に、今週はね、このオラクルカードの週ではなくて、ちょっとその前ですよね。だからちょっと1週間ぐらいありましたけど、その満月の後の1週間の後に、動画でも解説してますけど、どんどん逆行が始まりましたから、今週はやっぱりちょっと見返る。内側をちょっと見ていくってことすごく大事なんですけど、特に、今週が終わってすぐの来週の土曜日が新月ですね。だからその前は月がバルサミックフェーズという、ちょうど今日あたりかな、今日が16日ですけど、そうですね、14日が下弦の月でしたね。だから今、下弦の後からもうちょっとしてバルサミックって最後のフェーズになる頃に、ちょうど月が、牡羊座に入って、ヤギ座にある木星とか冥王星とか、それから土星のね、水瓶座の頭にある土星と、みんなこれ逆行してるんですけど、こことスクエア取ってきますね。で、ちょっと行くと今度牡牛座の天王星と重なってくるので、感情的にいろいろなものがまたうっと浮き出てくる時です。ですけれども、これは、やっぱりこの双子座の新月に向けて、やっぱりもうちょっと感情的なもので、しっかりと統合していくものを見せてもらっている時なので、そこをしっかりと取り組むことがすごく大事だと思います。でも今回のね、カードはものすごく素敵なカードばっかり出てきているので、やっぱりね、この間の、新月のエネルギー鍋でもお伝えしているような通りの、ね、カードが出てきてますから、ちょっとですね、本当に自分の内側をよく見て、双子座に、太陽も月も水星も金星もいて、それも太陽と月が5になって、金星と水星が5で、ね、20ので、で、海王星とぴったりスクエアっていうようなエネルギーがどんなことかっていうのをね、ぜひエネルギーナビをよーくもう一回聞いてくださいね。で、そこでお伝えしたようにですね、自分の感じてること、ね、第二ハウスですから、日本の皆さんの場合はね、それから皆さんが双子座がどこのハウスかっていうのは個人個人で見てほしいんですけど、やっぱりそこと水星のテーマ、学びということ、それからコミュニケーション、自分が感じていることをしっかりと、あ、こういうことを自分が感じているのはこういうことなんだなっていうふうな、なんていうのかな、ものの新しいものの見方を与えてくれるようなことを学ぶっていうこと、すごく大事です。だからコンシャスエンスサスロジー、本当ぜひ学んでいただきたいんですけど、今週もね、なんか本当にたくさんの方が入門コースを先月の新月ぐらいから始められた方がね、もう1ヶ月で勉強終わって、すごく楽しかったですとか、やっぱりものすごくいろんな気づきがありましたっていうようなメッセージもいただくし、今日も Facebook で、2年ぐらい前
だったかな、初めて鑑定をして、そしてすごく真剣に学んでくださった受講生の方がね、今星読み楽しいっていう、なんか自分でも星読みを始めたっていうようなことをおっしゃってるんで、本当にね、そういう楽しいなと思うことをどんどん表現してやっていくことが、また次にね、ハートが私あっち行きたいというのを導いてくれますよ。本当にそういう生き方をしていい時が今来てますね。で、さっきずっと同じこと言ったんですけどね、もう残念、もう一回言い直してるんですけど、ちょっと言うのは最初忘れましたね。今週もね、ディバインガイダンスのオラクルカードリーディングですね。チャチャシルリーハニスさんの。そして3枚引きはリターンオブスピリットとミラクルズナウで、引きたいと思います。で、いつものようにシンクロニックスプレッドを読んでるんですけど、最初のスピリチュアルレベル3枚出てきて、最初のカード、すごい素敵なカードです。21番のカード。今回ね、こういう綺麗なね、こうわーっと広がるカードが、ほら、結論のカードがこんな出てるんですよ。だから、本当にね、今週はね、バルサミックフェーズいろんなもの出てくるけど、軽やかにね、もうなんか本当に、本当に秋分の時から大変だったじゃないですか。去年のあの暮れのすごい金環日食もそうだったし、その後土星と冥王星の新しいサイクルになってね。で、あと、もう木星、火星がもういろいろね、こうあって大変だったけど、そこをずっと取り組んできた、この星読みつれづれるさんにつながってくださってる皆さんは、今本当に軽やかに今週からもう一回その取り組みをすることで、本当にハートが、とマインドが、とか、ハイヤーセルフと自分がね、自我がね、あ、こっちでいいんだなっていうようなことが、こうどん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 導かれてね、前に進めていける時が来てるな。って感じがします。で、この21番って、21って2は受け取って1で3になりますよね。2たす1で、これ非常にクリエイティブなエネルギーです。で、21ってのはオラクルかタロットカードとワールドのカードですけど、このカードはレシービングってカードなんですよ。すっごい綺麗なカードですよね。紫に白にピンクにグリーンで、ものすごく癒しのエネルギーを感じます。それからなんかすごくなんかこう真ん中でね、こうなんか第三の目が開くじゃないけど、深い英知を受け取ることで、なんかうわっと癒しが起こってくる、そんな感じがしますね。で、これ逆位置ですから、やっぱりちょっと意識しましょうね。まあでも、そういうなんか本当にね、今学びを始めたことで、あ、そうなんだって、すっごい奥の深いところの魂の気づきがね、できて、あ、もうその声をしっかり受け取って、行こうっていうふうに気づけていくような感じがしますね、このエネルギーね。もう本当素敵ですよね。で、もう一枚引いたらね、ほら、1番のカードが出てきました。これ逆位置だったんで、本当はこうなんですけど、これね、よくこれエンジェルズ・ビーングというんですね。なんかエンジェリック・ビーングですね。エンジェルさんのような存在がね、これちょっとエンジェルさんみたいに見えません？ね、そういう、やっぱり私はたくさんサポート来てるんですよ。1のカードですから。で、21で3で1で、これ本当に全部あれですね、なんていうの、奇数なので、もうとにかく前にこう広がっていくエネルギーです。で、もう1枚引いたら両方とも逆位置だったんで、18番で、これ、ウィズダムガイドですね。なんか本当これパワフルなカードなんですよね。ここにもう紫がわーっと出てきてね。で、18なんで、1たす8で9になりますから、なんか本当に深い英知を気づかせてくれるようなガイダンスがいっぱい来てると思います。だからね、これスピリチュアルレベルなんで、やっぱりね、本当今週は、今月本当ね、瞑想ぜひしてほしいなと思いますね。静かな時間をとって、自分と、これどういうことかしらっていうふうに宇宙にこう聞いてみる、ハートに聞いてみる。金星が今本当に何度も動画でも言ってますけど、今日もあんまり綺麗なお花が咲いてて、授業が終わって、あ、もう夕方なんで7時40何分、こっち、まあ、サマータイムなんで、もうまだ明るいんですけど、あ、太陽がもう沈みかけてて、あ、お花に水あげなきゃと思ってあげてって、パッと見たらすごい大きなハイビスカスが綺麗に咲いてくれたんですね。だから、あ、もうこれは写真撮ろうと思って、写真撮ったら写真じゃもったいない。もう動画でみんなにちょっとシェアしてあげたいと思って撮ったんですけど、さっき動画で YouTube 流しておきましたけど、
それがね、やっぱりね、ローアトラクションだと思うのね、私。お花が、で、私ね、本当にね、毎日毎日お花が咲いてくれて、わ、綺麗、ありがとうって言ってるんですね。で、こう褒めてあげると、まあ、お花も一生懸命素敵なお花咲かしてくれますよね。バラもいっぱい今咲いてね、すんごい本当に嬉しいんですけど、で、そうやって花が思いっきりこう、素敵な花を咲かせた時って、私たちが、ああ、素敵って思わずみんなにシェアしたいっていうふうに、もう引き込まれるように、その花に私の方から行くわけですよ。これがアトラクションなんです。魅力なんです。魅惑なんです。だから、ローブアトラクション。ね。これが引き付けの法則で、引き寄せじゃないんですね。花は私に、ほら、こっち私を振り向いてって引き寄せてなんかいないでしょ。だから、引き寄せっていう言い方はやめましょうね。もうね。あれは本当に最大の誤訳ですから、引き付けてくるんです。で、本当そんな感じがします、今週は。そういうエネルギー。だから、本当ね、みんなね、わあ、楽しいなと思うことをやってみましょう。で、こういうふうにしてくることで、もう一枚引いたら素敵なカードが待って、これが出てきたとき嬉しかったですね。綺麗なカードでしょ、ピンク色で。Loved One っていうカードなんですけど、20番のカードですね。2はやっぱり受け取るエネルギーなんですよね。魚座のエネルギー、お牛座のエネルギーだし、金星だし。で、もう本当にこの白とピンクで、このカードはね、出てくるときって、皆さんのお友達とか家族とか親戚とか、とにかく、もうお亡くなりになって向こうに行かれた方が、私はちゃんと向こうで幸せに暮らしてますよということをみんなに伝えてきてるんですね。それから、私たちずっとあなたの幸せを待ってるからね、見守ってるからねっていう、こう愛の循環のエネルギーです、これ。で、もしかしたら今回のパンデミックで、大切な家族とかお友達とかを亡くされた方もいるかもしれません。だけど、それも何か意味があって、で、その私たちは大丈夫ですからねっていうカードなんですよね、これ。で、もう一つは多分ご先祖様とかもつながってると思うんですけど、なんかね、向こうに行かれた、私たちと縁のある存在が、もうたくさんの愛のエネルギーをこうなんか与えてくれてるっていうカードなので。まあ、ここら辺ずっとね、なんかね、導かれてる感じしますね。で、やっぱ海王星が今、魚座の20度で、火星も魚座に入ってきて、本当に今、導きをしっかりと導かれてるなーってすごく感じるんですよ。で、さっきね、たくさんいろいろ皆さんにね、お伝えしたことを言って、もうちょっと、もう何言ったか覚えてないんですよね。その時にね、こう、降りてきたことを、わーって言ってるんでね、ごめんなさいね。一つ思ったのはね、こういう時って、先にちょっと進みましょう。それから一緒に言いますね。この本当にこのピンクのエネルギー、このカード昨日引いた時にね、出てきて、はってその、ああ、嬉しいっていう思い、優しいっていうか、もうハートがね、すごい嬉しかったんですよね。だから、今本当にそういうことを、これフィジカルレベルなんで、そういう波動で今週行きましょう。で、感情レベルも本当にちょっと、厳しいエネルギーが来てるけど、多分ね、私はもうこの星読みつれづれ草につながってくださってる皆さんに対して、一番大切なメッセージをくださいって祈って下ろすんですね。で、昨日は、昨日これを引いてますけれども、授業が始まった夕方の4時からなので、その前の日に大掃除をしてですね、で、昨日午前中にこれを引いてたんですね。ただちょっと動画を作る暇がなかったので、で、まあ、今日になっちゃったんですけど、そうやって引いてるので、多分ね、私がこの特に春分から本当大変だったじゃないですか。でもっと言うと、去年の冬至の後の金環日食から私がまあミラクル会員立ち上げて、中級で海王星の授業を始めて、で、1月の13日に土星と冥王星の新しいサイクルになってっていう、そういう節々で、今年の2020年は本当に大きな平和の年になってきますよっていうことはずっと4年間お伝えしてきて、本番になってパンデミックがあってってありましたけど、皆さん今ね、まだパンデミックのこともね、まだまだこの後どうなっていくかは見えないけれども、多分皆さんはもうそこら辺もすっきりとね、
もう本当変わっていける時なんだなってことを受け取り始めて、たくさんの星読みつるづるさんにつながってきてくださってる、特にミラクル会員の皆さんはたくさん学びを始めてくださってる方が今続々とねメールが来るんですね。本当にありがとう、みんなね、素敵なフィードバックをいただいて、本当に学んでよかったですっていうね、つい1ヶ月ぐらい前から学びを始めてくださった方が、そろそろやっぱり全部終わりましたっていう方がたくさんメールが来てて、本当にね、そこをすることで感情レベルでアライメントのカードが出てきてるんですね、5番で。これ何回か前に出てきたことありますけど、最近出てなかったですよね。で、アライメントって、私のこう動画見てくださってる方、授業を受けてる方もよく分かってらっしゃると思うんですけど、アライメントっていうのは何か2つのものとかね、1つが何かちょっとこうずれてたものがピタッとこう1つになってですね、一直線にスッとつながっていくことをアライメントって言います。で、一番よく使うのは車なんかだと、前輪と後輪がしっかりとね、同じ方向向いて行かないと車のタイヤがこう偏って減っちゃうんですよね。だからそれをきちんと車軸に合わせてアライメントを取っていくっていうのをアライメントと言いますけど、例えば自分の、自我でこう生きたいっていう生き方と、ハート魂が生きたいっていう方向がピタッと合ってくるとかね、これも感情そうですよ。これハートとマインドとかハイナーセルフと自分自身のエゴ自我も同じ方向で、やっぱり私こっちへ行きたいっていうことがピタッと重なってくる感じなんですよ。で、これ5番なんで、そうなった時このカードが来るとものすごく大きくシフトしていける、そういうカードです、これ。だからこれ感情レベルでこうなってるんで、今週は本当にさっきも言ったように、冥王星とか土星とか木星とこう月がね絡んできますけど、それをまた出てきた、これ手放しなんだなっていうことが分かって、ね、この間のさそり座の満月でいろいろ取り組んだこともあると思うんですけど、この今週終わって来週の土曜日にまず新月になりますから、で、ものすごくパワフルなエネルギー鍋でもお伝えしますから、聞いてみてくださいね。双子座に、その前の前の日ぐらいにもう双子座に太陽が入っていってね、今週末ね。で、とにかく柔軟球にエネルギーがどんどんシフトしてきてますから、本当に軽やかに生きていける感じがしますね。なんか本当に今大きくシフトして、そして5月の後半から6月の頭で、6月の、21日の夏至は、もう今世紀最高のすごい金環日食があります。で、今私が撮ってるSacred Astronomy for the Astrologers っていうね、授業なんですけど、アストロジャーのための聖なるアストロノミーという授業ね。で、私のお友達もあるジェミナイ・ブレッドっていう先生がね、そうね、3年ぐらい前に初めてそういう授業を彼出したんですよね。で、その時私彼の授業を取って、で、その時彼のお友達で、彼と一緒に2018年の、マウリ先生との最初のワークショップ、日本でやった、そのちょっと直前に、やっぱり水瓶座ですごい、皆既月食があったんですね、こっちで。アメリカで全部見られるので。で、ジョシュア・トリーって私の大好きな国立公園が、ここから車で3時間ぐらい行ったとこですかね。混んでると4時間ぐらいかかりますけど。で、そこで、月食を見ようっていう彼が企画をしてくれて、私も行くって言って一緒に行ってね。一晩中起きててね、食が始まるのはもう明け方近かったんで、すっごい楽しいひとときを撮りましたね。で、彼とは去年も、やっぱり1月の終わりから2月にかけて、シシームというね、マウリ先生が企画したユカタン半島のリゾートで、やっぱり星を見るね、リトリートがあって、で、あの時もね、月と木星が重なってくるような時だったんですよね。明け方、いつも4時とか4時半から起きて、南十字星が沈んでいくのを見ながらね、浜辺でいつも毎日毎日、天体観測しながら、ヨガもしたりとかね、すごい楽しいひとときを送りました。今本当にね、そうやってね、私の授業を受けてる方は皆さん知ってると思うんですけど、私の授業は必ず「アストロジーは言語である」、「もしこの言語が理解できたら空があなたに話しかけてくる」というリチュアルから始まるんですね。ディーン・ルディアさんのね、言葉なんですけど、
本当にね、空をぜひね、見てください。星がたくさんのね、メッセージを私たち連れてきてくれてます。今このクリス、このオラクルカードも本当に引いた時に今の星のエネルギーとピッタッと重なるので、それといつもリンクさせて皆さんには説明してますけど、本当に何年かずっと私のエネルギーダービとアストロこのオラクルカードを見てくださっている方は、それがすごく分かっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。そして本当にもうコンシャスネスサーチを学び始めた方は、すごいまたそこがもっと深く分かると思うんですね。そういえばそう、ミラクル会員になられて、やっぱりミラクル会員で提供してるエネルギー鍋はもっと深いところまで、かなり大サービスで提供しているので、まだコンシャスネスサーソロジーを学んでないんですけど、ミラクル会員になってからもっともっと分かるようになりましたっていうこととか、それから実際にやっぱりコンシャスネスサーソロジーの入門コースを受けただけで、今までのエネルギーナビで聞いてたことがもっともっとよく分かるようになって、本当にすごいパワフルで、星のことが分かってくると、なんかストンとね、納得ができてね、いろんなこうもっともっとね、パワフルにそれをしっかりこうハートで分かるんですね。頭じゃなくてね、ハートでパッと納得して、頭とハートがアライメントする。これが今週の末のこの、双子座の新月で金星と水星が合になっていることの意味ですからね。で、そんなようなことぴったり表してますよね。で、そういうふうにアライメントができてくると、マインドレベルもこうすごい素敵なカード、30番でエクスパンション、これ最近何回か出てましたね。だから本当にわーっと広がってくるエネルギーなんですよ。で、これになってくると、ここでレシービングしてね、本当に大きな癒しが起こることで、こうやってアライメント取れてくると、これはもう完全にソーラープレクサスね、第3チャクラと、ここはなんか第2チャクラとか、まあ、癒しのエネルギー、ハートもわーっと広がってですね、この30というのは3プラス0で、0がつくと3のエネルギーの1オクターブ上になりますから、ものすごくクリエイティブなエネルギーなんですよね、これ。で、やっぱり風のエネルギーになってきますから、今までの牡牛座が強かった、陰のエネルギー、地が強かったのから風にシフトしてくると、外側にこう本当広がっていけますから、今そういうことを通してね、とにかく外側にわーっと広がっていくことが今すごく大事な時ですね。で、3っていうのはアストロジーからいくと、3ハウスって双子座のカードですよね。だからやっぱり今週はそうやって、やっぱり私こんな風に行きたいっていう風にこう自分からですね、引きこもってないで、自分を開いて前に進んでいく時だと思うんですね。そして、なんかもっとコミュニティの中でね、自分ができることをやりたいと思ってやっていく、自分の持ってる才能とか何かを伝えていく。だからぜひですね、私の生徒さんもそろそろね、みんないろいろね、星読みのサイトを始めたりとかね、やってる方多いんですね。で、本当にそういう方たちの支援もするために、今度はそういう改善を作ろうと思ってますけど、今ちょっとどういうふうにしようかっていうのをまだね、はっきり分からなくて、ちょっとテンタティブにだけ1回だけちょっと試しで1年間限定でやってみようかなとかね、いろいろ思ってるんですよね。してあげたいことはいっぱいあるんですけど、私にも負担にならないで、みんなも負担にならないで、でもきちっと前に進めるようなっていうのを考えてるんで、まあそれはちょっと置いといて、まあそういう感じでね、今ね、本当ね、なんかそうやって、まだ私なんかじゃなくて、できる範囲でとにかく自分のその学んだこととかもね、それを役立てて何ができるか分からないけど、やってみることすごい大事だと思いますよ、本当に。で、これ逆位置だったので、もう1枚引いたらこの素敵なカードで24番、これ前に出たことありますけど最近出てませんでしたね。これね、ディヴァイン・フェミニンってカードなんですね。綺麗なカードでしょ。だから聖なる女性性ですから、やっぱりね、エクスパンションしてるんだけど、ゴリ押しにわーっていくエネルギーじゃないんですね。じわじわじわって。やっぱりこれレシービングもそうだけど、受け取っていく。これね、本当に今回のこの今週終わった後の、蟹座の新月、蟹座じゃない、ごめん、双子座の新月のエネルギーとすごいリンクするんですよね。双子座なんだけど、金星と水星も合になって、金星は逆行してて、そして2ハウスでしょ。で、そのエネルギーの話をエネルギー鍋でお伝えしてますからね。だから双子座なんだけど、どん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 前にガンガンガンっていうエネルギーじゃないですよね。
で、海王星がぴったりそこスクエアですから、ね、上、魚座から。で、火星まで魚座にいるので、やっぱり本当に導かれながら、受け取りながら、サポートもいっぱいもらって、それを喜びで受け取ることで、ああ、そうだよねってアライメント。ご先祖様とか、もう亡くなられた友達もみんな向こうも愛でいっぱい循環して、で、今週はその最後が37番で、また本当に素敵なカードばっかりでしょ？ 37 番これね、前にも出てきましたね。ブロッサミングってカードです。ブロッサミングって花が満開になることです。で、みんなこう広がるエネルギーで、お花のようなエネルギーなんですけど、少しずつ違いますね、色がね。ここはわーっと広がって、ここはね、なんかね、グラウンディングしながらガーッと花が広がる感じで、知恵もあってね、なんかすごいパワフルです、このカード。で、37ってことはやっぱり3で自分を表現して、7でアルケミーが起こって、3足す7は1になるので10になりますから、本当になんかね、大きくシフトしてるか感じがしますね、このカードね。これ結論のカードですから。だから、もう、これはね、今、もう皆さん本当にパンデミックも起こって、ここまで来たら、なんか本当に前と後と全然違うんだなと、今までの生き方じゃない生き方に本当にシフトしていいんだなっていうのは分かってきたと思うんですね。で、でも、なんか違う生き方したけど、どうやって何ができるの？どこ行ったらいいの？っていうのを、なんとかこう、マインドでこう、考えようとしてると、ドツボにはまるんですよ。で、双子座はマインドのハウスなんですけど、だけど今回は何度も言うけど、この金星とも合でしょ？で、さっき言ったエネルギーは、マインドだけで考えたら、絶対ね、ドツボにはまります。わかんないんですよ。わかんなくは、双子座は、わからないときに、ロジックがならないとき、すごく不安になっちゃうエネルギーあるんです。低い波動で使うと。でも、今のこの、ずっとお話ししてきてるエネルギーは、そこをちょっと、アライメントを取って、ハートとつながったときに、マインドとハートがストンと落ちたときに、なんか、大丈夫って信頼してですね、必ず導かれるって旅に出て、いろんなことをこうさ、学ぶときに、はっって気づけるようなエネルギーなんですよ。だから本当にね、今学ぶことすごく大事、やってみたいと思うことをとにかく学ぶ、それにそういうことに自分を開くことが大事、まずエネルギーを、とにかくエネルギーを動かすことがすごく大事です。そしてもっと自分の中にあるディヴァインな目的っていうのがあるわけですよ。魂が本当にやりたくて生まれてきてるんだから。で、コンシャスネスアストロジーはその魂の意図をちゃんと理解して、私こういうこと学びたくてやってきたんだっていうことをストンと、本当にね、本当に納得して生きていけるようになったんですね、私。丸井先生もそうだったんですよ。ではもうこの2人が、ね、太陽がゴハウスの、はるみさんと、まあ、丸井先生がね、今一生懸命皆さんにこれをお伝えしたくてやってるんですけど、本当にそういう感じがします。で、そうなってきた時に、今このカードはとにかく皆さんも自分どんどん開いてますよ。で、とにかく流れてるんだから、で、魂が今本当に輝く。これ自我じゃなくて魂が輝くんですね。だから、そういう魂のにフェイスっていうのは本当に日本語がないんですよ。フェイスっていうのは見えないものを信じる力です。で、日本語で訳すと、宗教的に訳すと、信心って訳すんですよ。信じて、信心で信じて、信心は心か、信じる心ですよね。だけど、それは別に宗教じゃなくてもいいんです。もう本当に、なんていうか、見えないものを信じて自分を信じることです。で、そして自分自身とスピリットね、宇宙のその、霊的なもの、精神的なものを信じることで、必ず私はちゃんと right path ね、自分の行くべき道に沿ってるんだって、アライメント取れてるんだって思った時に、思いっきりこうやって花が咲くんですね。ほんとそういう感じがします、1週間。それで土曜日になって、双子座の新月でしっかりと種をまいて、で、本当に学びを始めてください。ぜひ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 。で、それで、まあ、これが両方とも、これ、逆位置でしたから、逆位置の時はそこを特に意識してくださいね。意識しないとほっと忘れちゃいますから。で、最後にもう1枚引いたら、クリエイティブの41番のカードが出てきました。
で、クリエイティブって本当そうやって本当に何か新しいものを想像していく力だし、これ上からそういう想像のエネルギーがワンと降りてきて、地球とつながって横にこうバッとこう広がって、これ具現化するエネルギーなんですね。十字ができるんですね。で、十字っていうのはマターなんですよ。物質化するエネルギーなんです。知のエネルギーなんです。で、まあ今このアストロノミーの授業で一番出てくるんですけど、アストロロジーのグリフっていうね、いろんな天体のマークとかもね、サインとかのマークにもちゃんと意味があるんですね。で、私の授業ではそういうのをもう本当に一から教えてますから。で、地球のマークはね、丸にね、スピリットに十字なんです。マターなんです。丸にバッテンになると、これパートオフフォーチュンですけど、地球をアストロジーのチャート、ホロスコープの中で入れたいときは、丸に、円に、サークルに十字が来るんですけど、これまさしくそのエネルギーですね。だから、なんか本当にクリエイティブになんか自分を具現化していく、花を咲かせていくような感じがします。本当になんか素敵な、1週間、なんか本当にいいカードしか出てこないので、本当に皆さんは、この春分の日から、秋分の日からも、春分か、ね、いろいろたくさんのエネルギー大変でしたけど、取り組まれてきてね、ここで本当になんか、すごく軽くなって生きていけるような気がします。それで5月が終わって、6月の頭にもう今度は食の季節になってきて、でもう今度の夏至は本当にね、皆さん一生のうちで一番パワフルな食になりますから、そこにシフトするために今ここでしっかりと穏やかにね、すごく大事なやっぱりね、本当にね、グラウンディングして瞑想する時間を持ちましょうね。外に広がりますけど、何度も言いますけど、決してね、ガー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 っていくエネルギーじゃないですからね。火星魚座だしね。だから穏やかに穏やかに受け取りながら、こう咲く花がわーっと咲いた時に、思わずわー素敵ってみんなが寄ってくる、そういうエネルギーの循環をしていくような1週間になると思います。で、デッキの後ろは前回の最初に出てきたカードですね。リゾルーションのカードです。だからなんか本当に解決策が見つかって、あ、私こういうふうにしたかったんだなっていうのが見えるカードだと思います。今やってることがなんかゴールがあってね、そこに行かなきゃ、何月何日までこれをしなきゃっていうふうにやる生き方じゃない生き方を知っていきましょう。もうそうじゃないんですね。本当に今楽しいなと思うことが、それがどっち行くか分からないけど、何がこうアンフォールディングね、こう開いてくるかっていうのを楽しみにしながら今を生きていくと、本当に導かれて自分のハートの声に従って生きていけるようになります。私本当にそういうふうに生き始めて今の自分があるんですね。だから、もう本当に何度も口を酸っぱくして言いますけど、そういう生き方ができてきますね。だから昨日ね、ちょっとね、最後にさっき撮った動画では言ったんでね、今ちょっと言おうか言いまいか迷ってたんですけど、最後にちょっと3枚引きの前にお伝えしたいのは、昨日3時から5時までは中村先生のその会員制の構築講座の第5期の、なんかね、なんだっけな、キックオフミーティングかなんかだったんですね。今パンデミックでみんなで1箇所に集まれないのでオンラインでやることになったので、まあ、それ不安にならないようにって先生が企画してくださって、で私もちょっと時間帯が4時から3時から5時はちょっと無理だなと思ってたんですけど、まだ起きてたので参加したんですよね。で、まあちょっと私も自己紹介させていただいたんですけど、50何人もいらっしゃるんで全員の自己紹介できなくて、なんかグループごとで代表でね、自己紹介してくださった方がお一人、私はまだ仕事も何も持ってなくて、でも何かやっぱりなんかしたいなと思って、会員制、どんな会員制が作れるかわからないけど、やっぱり私がこう仲間を作るっていう意味でなんか取ってみたいと思って取ったんです。でも自分が何ができるかまだはっきり分かんない中で、ちょっとみんなはもうちゃんとお仕事を持ってらして、これっていうのが決まってて不安ですみたいなね、ことをおっしゃってた方がいたんですね。でもその自分のそういう不安な気持ちを素直に語るってすごく大事で、でそういう方結構今多いと思うの。なんかその方お一人じゃないと思いますよ、その会員制にしてもね。何でもいいんですけど、今皆さんはこのカードで説明した時もそうだったと思うんですけど、行き先がどこっていうのがわからないんですよ。波が来てもね、一つだけ一つはっきり言えることは、やってみたいなっていうところに波が来てて、で、とにかく昨日キックオフってことは、その方はお金を払ってですね、何十万かね、そのコースを取ったんですよね。
だからそれはやってみたいと思って、どんなに自分をやってみたくても、そこに行くべき時じゃない時は絶対にそれが叶わなくなりますから、それができてるってことはそっちに今ね道がついてるってことだから、その流れを信頼して、そこで自分がいろいろ学ぶ中で、あ、面白いな、これだな、これだなっていうのがだん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 自分と向き合うことで分かってきますから、それでいいだと思うんですね。今本当にね、そういう時ですよ。これを学んだから、じゃあ、資格は取れるか取れないかとか、そういう学び方じゃなくて、本当に楽しいなと思うことを、やってみたいなとか、面白いなと思ったことを、まずはギビットトライ。で、やってみたら、ちょっと自分が感じたことと違うんだったら、またそれはそれで、その学びで、またもうちょっと、じゃあちょっと違うんだったら何だろうっていうふうに、考えればいい話で、なんかそれでは違ってたから自分が失敗しちゃったとか、そういうことじゃないじゃないですか。で、本当にね、そういうこと、やってみないとわからないこといっぱいありますから、そういうふうにちょっとフレキシブルに今も生きていけるっていうか、生きていって初めてやっぱり自分の殻っていうかね、条件付けとかね、そういったものをこう手放していきながら自分らしく生きていける、そういう時代になったんだなと思いますね。だから本当そういう視点で、今を生きてみてください。はい、じゃあ、最後に3割引きしたいと思います。はい、それでちょっとハートに手を当てて、A と B と C のカードを選んでみてください。はい、それでは引きます。はい、シャインのカードですね。C のカードです。そしてミラクルズナオですね。落ちてきましたね。はい、それじゃあ、引いてみましょうね。私は今回は C でしたね。はい、それじゃあ Aからいきましょう。A はシフティングですね。これこれと同じですよ。こう本当波動が上がってきてます。だからこうアライメントの時もそうなんですけど、ハートとマインドがこうアライメントして、魂とスピリチュアルなこと、スピリットとかね、魂とそれから自分の自我とかもこうアライメント取れてくる時って、今までのマインドでこうじゃなきゃとか、そっち行かなきゃっていう方向じゃない方にこう導かれてシフトしていきますから。だから今本当に大きなチャンスをもらってますよ。ただ何度も言うんですけど、そういうシフトしてくるときはマインドで考えると不安になります。どうか大丈夫かなって、マインド使ったたんびに不安になりますから、なぜかって先が見えないからケオスなんですよ。混沌として怖くなっちゃうんですね。私が本当にこの星読みつれづれ草始めた時が全くそういう状態でしたから、すっごいアストロジーが好きで、コンシャスアストロジーをみんな伝えたいと思って始めましたけど、どっち行くか保証もないからね、でもやりたいっていうことに導かれてきたら道がつくんですね。だから A を引かれた方は本当シフトしていきますから、ちょっと一時ね、シフトする時は何度も言いますけど、アップグレードしていく時って、 OS がアップグレードする時はちょっと一時マインドがね、頭が全然働かなくなって、なんかぼーっとしちゃって、これでいいのかなって不安になっちゃうことがあるかもしれないんですけど、時間が来たらちゃんとね、 OS がアップグレードされたら、ふっとこうスパーンと見えてきますから、だからそこ信頼して、とにかくこういう時は何度も言うんですけど、本当に瞑想大事ですから。そういえばね、クリスタルボールの動画を撮るためのマイクが今日 Amazon から発送しましたっていう連絡が来たんで、多分一両日中に明日か明後日ぐらい届くと思うので、届いたら早速ですね、ちょっと動画撮ってみようと思いますから、楽しみにしててください。どんなね、素敵な音になってればいいんですけど、でぜひね、クリスタルヒーリングサウンドの方の YouTube 下にリンク貼っときますから、ぜひチャンネル登録していただいて、であそこでなんだっけな、
そのクリスタルボールのものは、なんていうの、プレイリスト作ってますから、プレイリストをずっとやってくると、連続で聞けますから、よかったらぜひ瞑想なんかに役立ててください。私も自分でもいつもそれ使ってます。はい、あと夜寝るときとか、本当たくさんの、視聴者の方、ミラクル会員さん、受講生の方から、クリスタルボールすごく良かったです、片頭痛したのに、夜寝、ね、なかなか眠れなかったけど、聞いてたらスーッと寝れて、朝起きたら元気が出ててとかね、私も自分でも本当にすごく体が反応してくれるんですね。やっぱりこれはね、本当クリスタルボールがすごいんだなと思います。で、本当波動なので、今本当にそういうエネルギーをしっかりとね、エネルギーワークすること大事だなと思いますよ。で、もう一枚引いたら、I choose to reinterpret my fears with a more loving perspective。 ああ、いいメッセージですね。私は選ぶんですね。何を選ぶかっていうと、私の中に恐れがあるんですよ。誰でもやっぱり先が見えないというか恐れがありますから、だから恐れを感じちゃダメじゃないですね。恐れを感じてる自分がいていいから、マインドスカウトをしても怖くなりますから。で、その恐れは感じてるなっていうことをちゃんと理解して、でもその感じてる自分をもっと愛のある視座でリインタープリット、再解釈すること、もう一回解釈し直すことね。だから怖いからダメなんだ、嫌だじゃなくて、あ、私怖いんだな、でもそれはやっぱりでも導かれて、ま、これから行くところなんだよね、だからその怖いのは当たり前だよね、でも大丈夫、愛で必ず導かれるよっていうふうに、もう一回リインタープリットするっていうことを選びます。これ本当皆さんの選択なんですよ。A のカードの方はね、ぜひそういうアファメーションで瞑想して、今度の新月でこんなアファメーションするのがいいんじゃないかな。すごい変わっていける時なんですね、きっとね。素敵ですね。はい、B のカードいきましょう。ああ、イントゥイション、直感力ですね。すごいですね。瞑想するとパッとなんかね、直感でいろいろと降りてくるんだと思いますよ。この元のベースのカードから来てもね、このウィズダムガイドも来てるし、本当ぜひ瞑想してくださいね。あと本当宇宙がこうお話ししてる感じですよね。金星よく夜見てくださいね。はい。Sometimes no is the most loving response。はい。時にはですね、ノーということが最も愛のあるね、答えになりますよ、反応ですよ。やっぱ B が引かれた方は、なかなかノーって言いにくいことがあるのかもしれない、優しい方で。でも時にはいいノーということも大切。断っちゃ悪いとか、断ったら相手によく思われないとかね、相手の反応を気にしてするんじゃなくて、やっぱり、一番自分が本当に信じてることでノーということも必要なことがあるのかもしれませんね。何でもはいはいって受け入れることだけが素晴らしい、受け入れることでもないしね。この B 引かれた方は、今回何か選ぶ時に、何か誘われたりとか何かした時も、それがちょっと自分のハートに聞いてみて、したくないことであれば、いや、行きたくないからいいじゃなくて、言い方はいろいろあると思うんですね。双子座のと金星が一緒になってる上手な言い方で、でもノーと。きちっとおことあのうというとべき時はね、言いたい時は言った方がいいと思いますよ、ね、もちろんイエスの時はイエスだしね、そこ決してのということが失礼だったり、愛のない回答ではないんだってことに気づくことが大切だよっていうメッセージですね。はい、じゃあ C ですね。さあ C、私も引いたんですけど、何でしょう。わあ、素敵なカードです。マニフェストですね。具現化してくるエネルギーですね。わあ、なんか今すんごく体が反応してます。喜んでます。もうなんか第2チャクラ、第3チャクラのソーラープレスだったらグッと、もう本当このカード引かれたからね、本当に、ね、具現化しますから、はっきりと自分が何をマニフェストしたいかをよーくビジョンで見ること大事ですね。もうとにかく今週はしっかり瞑想してくださいね。
マイクが来たらすぐにクリスタルボールを引いて皆さんに提供しますからね。で、今週はからマリー先生のアスペクトのクラス始まりますから、まだ申し込んでない方ぜひ申し込まれてくださいね。うん、ミラクル会員さんでまだ優待、もしくは特割価格で申し込んでない方は、会員サイトの方からぜひ申し込んでくださいね。決済は5月の末日までの決済でも大丈夫ですから、申し込みはもう今すぐしていただかないともうすぐ締め切っちゃうので、あとは個々に対応しなきゃいけないのでぜひ、申し込んでみてください。それから一般の方もね、ちょっとその特割は忘れちゃったけど、今から最近ねつながった方でねやりたいという方はぜひね申し込まれてください。やっぱりすごい重要ですね。先生からやっとねマテリアルが来たんで、これから翻訳しなきゃいけないんですけど、もっと前から出してって言ったんですけど、先生も忙しくてね、でもね、嬉しいですね、 C のカードね、虹もあってね。さあ、最後、あ、ミラクルズの、あ、これ落ちてきたら2枚あったんですね。じゃあ2枚引きましょう。2枚。 When I move my body, I bust through all that blocks me from my true wealth and vitality. 私が体を動かすとき、 I bust through all the blocks me from、 あのね、私が本当の豊かさとかね、富とか vitality、 活力から私を何か遠ざけてるブロックを全部バストだから、なんて言うんだろう、こうなくしていく、ことができます。だから、私も今ね本当にもうちょっと今日はあんまりできなかったんですけど、本当にかなりの時間を、気功とヨガと、瞑想に使ってます。すごく忙しいんですけど、学ぶこともいっぱいあって、でも本当にはね体を動かしてるんですね。それをしてることで、まあ、修行なんですけど、楽しくて体がすごい求めるので、特にお牛座 だしね今ね。で本当にね、私も大きくシフトしてるのが自分で感じるんですね。だから、何度も何度も言いますけど、本当に今週も瞑想すごく大事なん で今本当に取り組まれて、今度の6月の食が始まって、食の時にまたシフトして、で9月になってくるとね、今度は脳動軸も少し進んでいって、海王星、海王星とスクエアになったりとかね、今度は、火星がオフィス座に入っていって、でスクエアをね、土星とか冥王星とか木星、土星もその時はヤギ座に入っていくので、まあ、NG ナビでも随分皆さんにはこれからもお伝えしますけど、もうたくさん有料の NG ナビでもお伝えしてますね。だから後半またまたいろいろ来ますから、でも今ここでしっかりシフト一つ一つしていくと、スパイラルにまた来ても来てもね、どん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 それでね、軽やかにどん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 いけます。今ここでやらない、取り組まない方はます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 不安になって、本当にすごく両極端に開いてくる時なんです今。だから本当に騙されたと思って瞑想してください。そのためにクリスタルボールをやりなさいって言われてやってるんですね私。だからぜひ使ってみてください。本当に深い瞑想に入れますから。でもその時に体を動かすのすごく大事なので、ミラクル会員の皆様、本当に気功体操とか、私がお伝えしているクンダリニヨガの呼吸法とか、マントラを唱える瞑想とかやってみてくださいね。本当にまずはやってみたら分かりますから。今度の夏至の時ね、また何か皆さんにはプレゼントしますからね。はい、じゃあもう一枚出てきたので、 When I shine bright, I give others permission to shine with me. いいカードですね。私がもう思いっきり輝いてる時ね、シャインして光れてる時は、私は他の人に許可を与えてます。何を、どんな許可かっていうと、私と一緒に輝いていいよって許可をしてるんだよ。だからこの C のカード引かれた方、私も引いたんですけども、思いっきりね、これが春見よって言ってですね、輝かすことで、その輝きでみんなも輝いていいんだよってですね、その光で皆さんをもうね、輝かしてあげましょう。本当に本当に素敵なカードばっかり出てきましたね今週はね。本当そういう時なんだと思います。
だから最後の牡牛座の太陽がいる時に体とよくつながってグラウンディングをしてね、体を動かすことすごく大事。そしてぜひ学びもしてみましょう。自分で感じることを書いたりね、表現したり、それをすることがきっと皆さんのこれからの豊かさにもつながっていくんだと思います。はい、Thank you so much and so much love.